鳩山総理の祖父、鳩山一郎元総理の墓にスプレーでペンキが吹きつけられているのが見つかりました。先ほど鳩山総理が現場を訪れました。今鳩山総理が谷中霊園へとやってきました。祖父の一郎氏の墓にペンキがかけられたということで様子を見に来ました。今朝6時前、東京台東区の谷中霊園で犬の散歩をしていた人から墓にペンキが塗られていると通報がありました。警察官が駆けつけると、鳩山一郎元総理の墓に黄色のペンキがスプレーで吹きつけられていたということです。鳩山一郎氏は鳩山由紀夫総理の祖父で、1954年からおよそ2年にわたって総理大臣を務めました。警視庁は悪質な嫌がらせとみて、器物損壊容疑で捜査しています。